風、すごく穏やかな空気が流れてて、さっきも最近食べた美味しいものの話とか、チーム感が温かくてすごいいいです。すごい信頼している監督さんなので、最初からなんだろう、緊張しないというか、割とこうリラックスしてご一緒させていただいてます。生理についてのまあいろいろこう、まあ、問題だったりとか、あとはその、まあ、取り巻く環境だったりとか、なんかこういろんなことが今どんどんこういろんな方々が発信するようになって、それでこう私自身も自分の体とこう向き合うあのタイミングがあのこの数年の中で何度かあったりして、すごく今回あの企画を見せていただいた時に、その自分の気持ちとこう一致するものがあって、あのぜひご一緒させていただけたらなっていうふうに思いました。すごくこう自分の体で起こってることでもあるんだけど、隣にいる誰かの体の中で起こってることとか症状とかはまた全然違ったりするから、あ、なんかそこに対する理解とかもこういう活動を通して自分自身もなんか一緒に学んでいけたらなっていうふうに思って、はい、います。自分がその初潮を迎えてからこう年々年々やっぱり自分のこうあの年齢とともにやっぱり生理の症状も変わってきたし、あのその時のその仕事の状況とかで、あのなかなかこう自分の中でまだまだ自分の体のことを分かってなかったんだなと思うこともなんか結構あったりとかして、なんか本当に毎回来るたんびになんか新しい発見があるっていうか、あ、こういうことすると自分はちょっと良くなるんだなとか、なんかそういうことをなんか一つ一つ探していったりとか、あとはなんか自分のやっぱり体を知るきっかけになるものでもあるので、なんかこうなるべくこうフラットな状態でいられるようになんかこう向き合いたいなっていうふうには思ってますね。なるべくこう心身ともにこう健康でやっぱいたいなと思うので、なんかほんとちょっとしたことだったりなんですけど、なんかそういうこう日々の積み重ねが大事なのかなって思ってて、なんか食べるものもそうですし、あとはこうなんだろう、お日様に当たってみようとか、なんかそういうこう自然との調和みたいなものをなんか毎日なんかこう日々の中でこう少しでも入れられるように、なんかちょっとこう風を感じてみようとか、水に触れてみようとか、なんかそういった時間を大事にするようにしています。生理って多分こう人によって全然症状も違うし、でもまだまだこうなんだろう、自分の体のことですらやっぱり分からないこととかも結構多分あったりする部分もあるのかなと思って、なんかそういったものがその自分の体をなんかこうもっと知っていくっていうことと同時に、こう他の人のに対する思いやりもなんかこう広がっていくような、なんかそういうあの風潮になっていくといいなと思ってて、なんか今結構知る人と知らない人のやっぱりギャップが結構大きいのかなと思うので、なんかみんなが生理ってこういうことなんだなとか、あ、こういう症状があるんだなとか、人によって違うんだなとか、なんかそういったことがなんか広く認知されるようになると、こうより優しいなんかこう生理に対する考え方が広まっていくのかなっていうふうに思ってます。